中日本国営国大使とは、日本に駐在するイギリス政府が派遣した、特命全権大使。日本とイギリスは1854年10月14日、日英和親条約を締結し、さらに1858年7月18日、日英修好通商条約が、江戸幕府とエルギン伯爵、ジェームズ・ブルースの間で調印されたことにより、正式に日英間の国交が結ばれた。 この条約に基づき、1859年7月6日に高輪東前寺にイギリス総領事館が設置され、初代総領事としてラザフォード・オールコックが着任した。この時のオールコックの肩書きは全権領事という変わったものであった。当時のイギリスでは、領事は在留イギリス国民の利益を保護する立場にはあるものの外交官ではないとされていたが、オールコックには 法的には全権が与えられており、実質的には外交官としての役割が期待されていた。オールコックは後に公使に昇進するが、これは領事から公使へ昇進した最初の例であった。また、19世紀の慣例では大使を交換するのは大国間に限られており、その他の国に派遣される外交官の主席は公使であった。日本が 日露戦争に勝利した1905年、当時の中日講師であったクロード・マクドナルドが大使に昇進したため、初代の駐日英国大使ということになる。イギリスは東京都千代田区一番町に駐日英国大使館を設置しており、駐日英国大使は同所で執務する。なお、大阪府大阪市中央区には総領事館を設置している。加えて、 福岡県北九州市小倉北区に名誉領事館がある。ありがとうございます。